じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、ここからは外国人の去就も気になってくる季節だと思うんですけれども、まずは何と言ってもですよ、帰るの早いな、終わったらすぐ帰るな、早いですね、早い、ちょっと余韻がなんかないんかみたいな、全くないですよね、ちょっと飯食うとかさ、そうな、飯も食わないで飛んで帰るみたいなね、早い早い、はいはい、もう母国に帰るよな、そうなんですよ、で、まずはやっぱり今年はライデル・マルチネス投手、はいはもう何と言っても外国人の中でもどこに行くんだろうというふうに注目を集めていますよね。いや失敗が本当少ないからね。そうなんですよね。あそこにもつながれてしまうとっていう。もう諦め半分持たないとな。うん、そうなんですよ。ピッチャーだからな。そうなんです。で今年、このオフで中日との契約が切れるということで、はいはいはい、推定年俸2億円だったんですね。安くない。安いですね。そうですね、安いよな、はい、これ育成からだったんですよね、もともとはただ大化けしたっていうところ でもちろん井上和樹監督もあの手この手でライデル残留してっていうのはもう言ってるらしいんですけど、ね、あの手この手いらない、うん、お金だから それなんですよね。いやそれだよ、あの手この手はいらないなんか松坂牛とか、はい、あの食べさせてあげたりとかあれなんですけど、いらない、ね、自分で払うの出せますよね。そうですよね。でただライデル投手側は一応プレミア12が終わってからというふうには以前言っていたので、はい、まあ、キューバ代表になってるんですけど、まあ、そこまではなかなか動きっていうのが見えてこないのかなと。まあいろいろ情報を得るだろうね。いやモイネロも代表に入ってるしさ、はい、やっぱソフトバンクの状況とかいろいろ聞いたりだとか、はい、いろいろすると思うよ、はいはい、そんな中でやっぱりソフトバンクがこの争奪戦に乗り出すという記事がやっぱりたくさん出ているんですけど、それは乗り出すよね、あそこは一番に乗り出すそうですね。これあのキューバ出身で、はい、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者によると、はい、このライデル・マルティネス側に年俸約11億9200万円から14億9000万円のオファーをソフトバンクから受けているというふうに報じました。こういうふうな具体的な数字も上がってきてます。牛とかか牛のところじゃないですねこれ。いやいやすごい額ですね年俸が。いやそのぐらいの価値がある投手だと思うよ。まあそうか、アメリカ行ったらもっと出すと思うよ。出すと思いますよね、うん、そうなんですよ。いやだからまあそうなると中日が出せるかどうかだよね。これちょっと厳しいってなってくるんですかね。いや厳しいだろうそうですよね、マネーゲームになっちゃったら、マネーゲームになったらソフトバンクには勝てないと思う。うん、で一応オスナ投手というのが今抑えています、はい、ソフトバンクは、このオスナ投手を2023年のオフに4年40億で契約した。なので、まあ、ファンとしてはもういいよと。ライデルの方が年俸的には上でしょ、うん、上になっていきます、ね、いやそれはやっぱこう気分よく、うん、じゃあお願いしますみたいな言いやすいよね。そうですね。いやそりゃそうよ確かに、うん、いやだから可能性としたらその金額を聞く限りでは何もノーという選択肢は浮かばない、うん、そうですよね。でモイネルもいるしソフトバンクにはそうですよね。そうそうそう。ただこれオスナもいてソフトバンクはさらにやっぱりライデル行きたいですか。もうそこら辺は完璧にしたいよね。オスナ、エルナンデス、マルティネス、あなったらもう完璧だよ、まあ、そうですよね。そう先発ピッチャー6回ぐらい投げてくれればもういい。いやもう十分です。そうですもんね、はい、うん、やっぱりね絶対的な守護神もう盤石にしたいっていう風なこともっていうのはソフトバンクあるんだろうということで数字上がってきました。まあ、で、まあ、その他にも例えば DeNA だったりとか、これ巨人はどうなんですか。ライデルっていうのはやっぱ欲しいっちゃ欲しいよ。そうですか。うん、いや話はしてると思うよ。獲得調査への話は、まあ、代理人なのかキューバ側の代理人8回体制、うん、9回ライデル、はい、嫌でしょ。嫌ですどこ行ったって嫌ですよね。いやだから、まあ、マネーゲームにはなるだろうなこれは、うん、なります。これは仕方ないわ外国人だから。だしキューバ政府が絡んでることなので、うん、ちょっとねこれはもうお金とキューバ政府の意向が強く反映されるのかなと。うん、しますし、これ DeNA も、まあ、政府っていうけどあんまりもうそこら辺は政府というよりもなんか向こうの野球界のなんかとやってんじゃないの、うん、だから好きにしていいよって、その代わり金高いとこねみたいな
言ってんじゃないちょうだいよってちゃんと言ってんじゃないそれは。そうか、ただね一応公務員っていう形で来てるので、はい、キューバ政府が取っていってそこからライデルに来るお金っていうのがいくらになるかはちょっとわからないんですけれども、これ DeNA も欲しいですか。いや、このピッチャーいらないっていうところないでしょ、うん、いや、うちはこれがいるから来ませんみたいな。いるよ、うん、いるいる。確かにな。 あとはやっぱりプレミア中に終わってからよ交渉はって言ってることが、これもしかするといや分からないですよ、メジャーっていう可能性もゼロではないのかなと。第三国に亡命っていうことで、でこれ亡命になると74億という以上の価値が出てくると。メジャーでそれがポケットマネーに入ってくるんだ、はい、これはもうキューバ政府が絡まないので亡命になるとおそらく、はい、これもまるまる自分と多分代理人の方になるのか。モイネルとスキップでいくんだ。ちょっとモイネルもいなくなっちゃうんですいやでもここまでしないっていうのは、うん、多分しないと思うけどな。でもプレミア12の後っていうのがすごく引っかかるんですけど、まあかかるけど、うん、大丈夫ですかねこれは。どうなんだろうな、うん、まあ、そこまで疑ってもしょうがないからな、まあ、そうですね。もうこれはもう本当にじゃあ純粋にプレミア12が終わってから各球団とどういうふうに接触していくのか、交渉を行われていくのか。豊さん的には中日に残る、やっぱりソフトバンクに行く、もしくは第3の他球団に行く、どれが一番有力的なんですかね。やっぱソフトバンクかなというような感じはするけどね。あ、住めるかな、お金をねそうですね、マネーゲームになっていったら。そうだな、うん、だから負担が少ない方がいいですよ自分の、うん、中日だったら、おいや俺一人しかおらんの、はい、でもあそこ行ったらヘルナンデスやる、オスナやる、うん、自分でしょ、はい、いや俺がちょっと痛いって言ってもこいつが投げてくれるみたいなまあ代わりはね、まあ、そういうこともあるじゃない、うん、そう負担っていうのはちょっと軽減されるよね。そうですね、うん、だから今まであった負担っていうのも少し軽くなる、その代わりお金が高くなる、はあ、いいことづくめ、ね、いいことづくめですね。そうそうそう、まあそうか、やっぱりお金持ってる球団が有利にはなってきちゃいますね、まあ、そうだな。さあさらにことヤクルトなんですけれども、はいはい、ヤフーレ投手が退団というのがまず先に出て、はい、その後サイスニード、そしてエスパーナも退団というのが続けて出てきました。これ豊さん先発ピッチャーですか、まあ、ヤフーレ、はい、なあ可愛い顔してな、ペコちゃん、ペコちゃん、はい、なんか最初ヤフーレしか勝てないっていうような、うん、そんな感じだったんだけど援護点がなかったという、ね、はい、まあ、サイスニードも同じなんだよね、うん、はい、いいピッチングするけど援護点がない、うんうん、でも点を取ってくれてマウンド降りたら逆転される、そうありましたね、だから勝ち星がつかないっていうのがね、うん、まあ最大のあれだったけども使えるような気がするよな、うん、だってヤクルトそもそもやっぱピッチャーがいないっていうところで取ってきたりっていう、まあでも外国人だからまた違う形のね、はい、外国人も探し当てたのかもわからないし、あ、そう、うん、まだそこら辺の情報はないけども、うん、まあ、だけどや、サイスニードとヤフーレ、うん、この2人はなんかこう使えそうな、そうですよね、うん、気はするけど ね、だからどういう意図で対談ということになったのか、うん、ちょっとやっぱり疑問に残るというか、だからオスナーとサンタナが契約してもらってて、はい、うん、俺たちもと思ったんだよ、だけど、俺たちは契約しないみたいな、ってなっちゃったのか、なっちゃったのかもわからないし、うん、でもサンタナとオスナは貢献度が違うからな、まあ、もちろんもうその2人は ね、まあ、ね抜けてるからな、そうですよね。ただサイスニードもヤフルくんいいと思うんですよ、いやサイスニードはやっぱりいい球投げるし、うん、それなりに打ってくれると俺勝てるピッチャーだと思うけどな、うん、ただやっぱり、ね、高津監督はもう見切ったというか、まあそうだね、まあここら辺はな、うん、数字がついてこないと、うん、いくらいいピッチングをしたと言ってもね、うん、負けは負けだっていうふうに考えると、うん、なんていうのかな、まあ、新しいピッチャーが見つかったのかなというような気はするけどね、うん、そうですね、もしかすると水面下で新しいピッチャー取れたのかな、だからなのか、水面下ばっかりだからな、もうどこそうなんですよ、もうみんな水面下だし、まあ、あとはどこかチーム戦力外になった投手を取るような目処がついたのかなとか、まあ、そうだな、はい、FA で誰か投手行こうと思ってるのかなとか、うん、そう考えて推測してきちゃいますよね、あ、なんか寂しいなこの外国人、2
2人ね、そうですね、最初にのヤフーでな、はい、エスパーだってはあんまりこうな、ちょっとあんまりうまくいってなかったみたいな、うん、まあ、そんな感じがするから、はい、あれだけど先発2人はな、はい、まあ、そんなに来年いたら勝てるんじゃないかなっていうの気にするけどな。あと今年1年やっぱりそのヤクルトで戦ってね、セリーグにいたので他の球団というのは取ろうと思えば取りやすい感じですか？まあそうだね、うん、まあ、取りやすいっちゃ取りやすいけど、うん、まあ、自分とこも外国人抱えてるだろうからな、 そうです、まあ、そこら辺との兼ね合いあるし、まあ、どっちが優秀だっていうことは、はい、まあ、天秤かけるとは思うけどね、はい、まあ、なかなかやっぱこうな数字がついてきてないっていうのはちょっと辛かったな彼らはな。そうですね、うん、まあ、ここはねなんか野手との兼ね合いっていうのもありますよね。あったな、あれだけ打てるチームなのに自分のところだけ、うん、まあ、エースとの投げ合いで、まあ、大体負けてるというさ、うん、まあ、そういう構図だから、うん、だからやっぱりそのエースに勝てるピッチャーを持ってこないことにはやっぱり優勝っていうのはないって、まあ確かにそうなんだよね、うん、だからまあそういうので見切ったのかもわからない。そうですね、あとね中継ぎが、うん、3番手4番手だったらいらないみたいなっていうことシビアですね、まあ そ, んまあ、そんなことかもはい。さあそして最後、はい、DeNA オースティン選手が残留ということで、はい、これ詳しい契約とかっていうのは例えば複数年だったりとか、だからオプションがあったんでしょ。オプションか、うん、活躍度によって再契約ができるとかさ、はいはいはい、まあ、そういう契約があったみたいだけども、うん、まあそれはやっぱり DeNA としたら、はい、残ってもらってありがたいよね、うん、嬉しいですよね。プラスアルファやっぱ年間通してやっぱ働いてほしいなっていう気持ちがますます、いやそりゃそうだよ、うん、なりました。年間また半年契約にしとけば半年もうなんか3ヶ月ごとの更新とかね、そう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 、うん、これがまた2年契約なんかしたら来年はちょっと危ないよ。そうなんですよね、いやだからまあ1年契約かどうか知らないけども、うん、まあでも残ってくれるっていうのはすごくな戦力的にはなるし、うん、はい、間違いないから戦力としては。そうですね、だからすごく心強いよね。そうですね、だからこの残るという想定もしてたと思うけども、うん、残るという想定の中でやっぱ選手は動くから、うん、はい、これはまたややこしい構図になってくるかなと。これフォードはどうなるんですか？いやフォードは多分残すと思うよ。でもいやオースティンが怪我、うん、はい、の可能性があるからすぐそこに入れるそっか、何があるかわからないから。あ、フォード、メンデルケンとフォード挙手が微妙。あ、メンデルケン投手とフォード選手は微妙。いや本人たちが微妙なんじゃない。メンデルケン投手は本人が DeNA に残りたいと球団に、ただ球団側がちょっと難色、まだ微妙よ。いや取りたい選手がいるからだろ。あ、だウィックとウェンデルケンと、うん、じゃあ天秤かけてどっちを残すか、ウィック、いやそれで取りたい投手がいるわけだろうな。他にね、ああ、うん、そういうことのか。それもあると思う。フォード選手はこれはチームとしては球団としては もちろん残ってもらいたい。微妙でか。微妙。え？だからまあその契約がどうなるかで微妙なんじゃない。でもこれもし、いやあんまり高いこと言うんだったらもういらないよみたいな。でもフォード選手そうすると欲しいっていう日本のチームって出てきそうな気もするんですよ。いやこれ DH でもうやったら打つ、うん、ですよね。いやフォードは打つ。だからパリーグですよね。パリーグだったらもう本当に飛びつきたいのは西武。うんうんうん、そうですよね。でもあの階段がしんどいぞお前。フォード多分軽快に上がっていくと思いますよ。そうか、あの巨体だよお前、うん、もう頑張って、まあ、エレベーターもできているけどねまあそうエレベーターにも。ああそうか、球団はちょっと微妙。いやいや、まあ、そうか。なるほど。でもフォードがいてくれると、うん、オースティンが休んだ時でも穴もあるという、ね、そうなんですよ。ただやっぱ2軍暮らしにどうしてもなっちゃう、まあ、それはもちろんだろうな、うん、まあ、ピッチャーの兼ね合いとかね、いろいろなことを考えると、はい、うん、ただやっぱりそのポジションが空くってなると、まあ、佐野が入れたし、うん、そしたら筒香と併用して使えるしみたいな、はい、だからそういうところがどうなるのかなっていうところが関係してるな。そうですよね。そう、俺もキャリアを失うじゃんみたいな。そうそうそうなの。出れなくなるじゃんみたいなことになると、うん、まあいろんな動きが出てくるのかなっていうふうには思う。ただオースティンが残ってくれたっていうのはすごく心強いけども、うん、まあだけどもそれによって動きはあるのかなっていうのは思うよね。そうですよね。他の選手に影響っていうのはやっぱ多少なりしてくるのかな。いやそれはあるよね。ありますよね。あとはやっぱりちょっとバウアー投手がね、またベイスターズは獲得調査に乗り出したっていう記事も出てたので、バウアー投手が、ね、メジャーをもう諦めたならば、まあ諦めたってもうチャンス、ノーチャンスだよね。ノーチャンスなんですよね。どこまで嫌って復帰できないんだから、もう無理と ね、本人が思えばもしかすると復帰復活は
DNA あるのかなとか、まあ、そうだな、はい、あとはエスコバー投手がやっぱそのアイラブ横浜って言ってるんですけれども、球団的にはちょっと乗る気ではないのかなって思ってみたりとか、どうなんやろな、まあ、そこら辺かな、わからん。そうですよね、まあな、今シーズン、まあ、それはもう別の動画で撮るでしょ。あ、まあそうですよね、はい、あとそのマクガフ投手がねちょっとメジャーで自分でもう蹴ったので自由契約になったのかな、これで FA だったのか、だから戻ってくるから、はい、まあ、最終リードとかもしかしたら、まあ、それをちょっと切って、うん、他の先発ピッチャーと抑え、うん、はい、抑えはマクガフ、はい、で先発ピッチャーを今探してるっていうような状況なのかもな、ね、うん、そうですね、はい、そのあたりもちょっと進展があり次第また動画に撮っていきたいと思います、はい、はい。